外国の方も日本っていう文化を、和食っていうのをどんなものかっていうのを楽しみに来てると思うんですよね。でその中で和食の一番いいところはこう春夏秋冬がある食材に対しても、甘いコーン、もろこしのちょっと大人バージョンというか、でも食感がある、ちゃんとした茹でたてのタケノコを食べてもらうと、あ、もろこし、本当のもろこし感はありますよね。甘みがあってっていうのは、だから本当に美味しいタケノコをまず食べてもらいたいですね。あれはもう水加減、火の感じが調整、微調整が変わってくるんで、わーってこう蒸気が飛んでるんで、そのちょっとした水加減はもう微妙なところなんですけど、パッと蒸気が飛ぶ時があるんですよ。そこを見逃さないで弱火に落とすんです。そこから蒸らしてるんで、ちょっと一番やるんですよ。お客さんも期待して待ってるわけですから、どんなのを開けたら出てくるのかっていう期待感もあると思うんですね。こうなんですかね、開けた時の喜びっていうのはこう湯気と、もうごちそうなんで、お客さんも期待に応える感じの盛り付けで、まあ、あんまりこう派手にしないような